それでは消防団ラッパ隊の皆さん、演奏をお願いいたします。ただいまより第62回松代藩真田十万石祭り真田十万石行列の出陣式を開催いたします。本日大変多くの来賓の皆様においでいただいております。舞台横の掲示板にお名前を掲示しておりますので、ご紹介は省略させていただきます。後ほどご確認いただきますようお願いいたします。それでは初めに主催者を代表いたしまして、松代藩真田十万石祭り実行本部長市川浩一郎よりご挨拶を申し上げます。市川本部長お願いいたします。皆さんこんにちは。ちょっと暑いようでございますけど、今日一日楽しんでいただければありがたいと思って次第でございます。第16回を会を重ねまして、本日真田町の十万石行列をいよいよスタートするわけでございます。昨年はご案内のように NHK 大河ドラマ真田丸ブームで、この松代にも多くの観光客の皆様をお迎えできました。私どもちょっと心配して今年はどうかなと思ったんですけど、今日このように大勢の皆様がお入りいただいて、主催者として本当に心から感謝を申し上げるところでございます。またご来賓として真田家14代当主真田幸俊様、また地元の市長として加藤久夫様はじめ多くのご来賓をお招きして開催することができましたこと、厚く御礼申し上げます。昨年のような真田丸ではなく、今年はですね、実は松代藩には財政を立て直した恩田木という偉人がおります。皆様方の中でご存知かもしれませんけど、いわゆる松代藩は非常に財政を困難な時に恩田木が入りを図っていずるを制すということで、非常に財政を立て直して今まで松代藩が永遠として築いたわけでございます。そういう意味でちょうど今年は恩田木の生誕300年ということで、それを記念として恩田木生誕300年、そしてまた真田家と松代藩を支えた人たちということで行列をスタートいたします。ぜひ皆様方も松代の中を歩いていただいて、昔を思い出しながら、そして今の松代を見ていただき、そして楽しんでいただければありがたいと思って次第でございます。今日一日どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして、長野市長加藤久夫様よりご挨拶いただきます。加藤市長はこの後、真田十万石行列で真田正幸役にてご参加いただきます。それでは加藤市長よろしくお願いいたします。白藩真田家14代ご当主真田幸俊様よりご挨拶をいただきます。ご当主様、今年はですね、初代藩主の信幸役でご参加をいただいております。それでは、真田幸俊様よろしくお願いいたします。本日ここにですね、真田十万石祭りが晴天の中行われますことを心から喜び申し上げます。先ほど実行委員長の方からお話がありましたように、今年のテーマは恩田木生誕300年ということで、松代藩を支えた人々、恩田木の財政改革によって、ゆくゆくは佐久間象山が生まれ、日本が変わったと。またもう一つですね、松代を支えた人と女性という意味ではやはり小松姫が亡くなった時に信幸が
我が灯火が消えたと言って悲しんだという話が残っております。まあ、そういうこの藩を支えた、その後400年近く松代を支えた人たちに思いを馳せながらですね、この行列に参加される方々はそれぞれの役になりきって、行列に、参加していただきたいと思います。またこの行列はですね、松代だけではなく、地域都市交流ということで、島根県浜田市、中野市、糸魚川市等のご協力のもとに、成り立っております。遠くいらした浜田市を代表しましてですね、皆様のご協力、また、長野市長様はじめですね、皆様のご鞭撻により、また裏で支える実行委員会の皆様によりですね、このお祭りは成り立っております。そのような方々に敬意を表しましてですね、私の言葉と変えさせていただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご当主様、今年はですね、昨年は戦国ということがねテーマになっておりましたから、その時代でしたけど、今年はもう浅熊道山先生までということでございますが、先生、今大学で、最新の工学、電子工学を研究していらっしゃるということですので、そういうこともね佐久間道山につながると思うんで、ちょっとその反応、今どういう研究をされておりますか？去年から振られるようになってですね、予定が何にもないのに振られる佐久間道山、電信を最初に、日本で最初に実験を行った人物でございまして、私ども無線通信あるいはデジタル通信を行う者にとりましてはですね、松代は聖地でございます。ということで、業界関係者皆さん、一度は訪れていただきたい、こういうふうに考えております。本当にうまくつないでいただきましてありがとうございました。第62回松代藩真田十万石祭り、真田十万石行列の出陣式を閉会いたします。どうもありがとうございました。